はい、どうも、カオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はアシュさん。アシュさんのパーティーは、ラプラス、アイアンとヒートロトム、ゴチルゼル、ドリューズ、ドヒドイデと、ひでえな、これ。ドヒドイデひどいわ。高根沢みてえだな。なんか、古いアルバム見ようとしたらいきなり非公開になってたみたいな、そんな現象ですね。さあ、そんなことはどうでもいいんですけど、リザードン出したいけどちょっときつい。ドラファルトかな、これは。初手にキューコン、初手にキューコン、後ろにカバルドンで、最後がドラファルトかリザードンなんですよ。どうしよう、ドラパルトでいっか。はい、これでいきます。初手ドリューズだったら結構きついな。アイアンとでも意外にきつい。どうしよう。はい、アシュさん対戦よろしくお願いします。ロトム、これは出しがちではないね。負けだね。でもオーバーヒートを打ってきてくれたら嬉しいし、トリックをやってくる可能性もあるんだよね。オーロラベールから入りますか。相手がスカーフじゃない、なんだろう。ボルチェン帰っていった。それと同時に変なのが出た。どうしよう。ドヒドイデ、これドヒドイデが腹立つんで、これフリーズドライで押してってもいいんですけど、俺ね絶対レードぶち込みます。俺のキューコンね絶対レード当てるからね。さあさあ、相手悩んでるね。トーチか。なるほど、絶対レード見られていく。じゃあ絶対レードぶちかますか、もう一回。じゃあもう一回絶対レードで、ね、これは結構きついんじゃないかな。ドキドキ引っ込め。何、ロトム、ああ処理しに来たね。オッケー、当てていく。いや俺の本当このキューコンすごいね。絶対レードぶち当てる率が半端ないんだよ。さあドヒドイデ、これドグドグ統治家とかあるんで、もう一回あの絶対レードぶちかめます。トーチか、絶対レード。オッケー。これはすごい。なんかどのぐらいすごいかっていうと、まるで古いなんかアルバム見ようとしたら全部非公開になってたみたいな感じですよね。めちゃくちゃ面白いわ。相手ブチ切れてるだろうな。さあラプラスオッケー。じゃあここも相手ダイマックス、ダイマックスしてくると思うんで、そうだね、ダイマックスでなんかバン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 やってくると思うから、もうムーンフォース連打でいいでしょう。はい、オッケー。あとはもうキューコンの HP の調整をちゃんとしていけば負けることはないですね。あとオーロラベールが切れたりね。さあムーンフォース、ダイストリーム、オッケー、全然効かない。オーロラベールが切れたらちょっとキューコンを
なんだろう引きましょう、引かせましょう。どこで見るんだ、これか、オーラベア、あと3ターンか。じゃあもうムーンフォースで、もうムーンフォースでずっと削るだけ削って、特攻ダウンするまで。オッケー、うまい、これはいいぞ。これはもうほぼ俺の勝ち。これ急所か、急所じゃない。じゃあそうだね、最後の、カバルドンに変えましょう。どうせカバルドンはもう役目がないんで倒されてもいいです。安全に、ほんと安全に勝つために。最後巨大戦慄ですね。はい、じゃあそうっすね、次多分カバルドン殺されるんで、とりあえずあくびでも打っとくか。あくびで、遅い、 OK、 これでラプラス眠らせる。ハイドロポンプ、これは死んじゃうね。あくび入ったってことでもうこれは楽勝ムードっすね。でこれでラプラス寝る。じゃあそうだな、怠けていくか。もうこれ相手降参でしょ。はい、対戦ありがとうございました。いやすごいわ。どのくらいすごいかっていうと、なんか古いあのアルバム見ようとして行こうとしたら全部非公開になってたみたいな感じですね。いやすごいわ。じゃあアシュさんに勝ったっていうことで、勝利のドリンクこちら、イロハス日本の天然水、2リッターラクラクペットボトル飲みたいと思います。これね、何もしない音ね。じゃあいただきます。あーうまいわ。いやしかし俺のアローラ球根は本当にすごいわ。あのね、絶対レードをね当てまくる、その当て感、昔で言うところのゴミ高乗りのパンチ、今で言うところの誰だ、格闘家朝倉未来のパンチみたいな、当て感っていうなんか言葉あんま好きじゃないんだけど、パンチの当て感がすごいんだよね。パンチ一発でもう倒しちゃうみたいな、そのぐらい本当俺のアローラ球根の絶対レードっていうのは凄まじい威力を持ってますよ。これだから一撃必殺はやめられないんですよね。いいか、ポケモン下手なやつ、読みとかができないやつ、トトゼルガっていうポケモンがいるんだよ。水と氷の耐久がすごい高い。でそいつが絶対レード地割れとか一撃必殺を結構覚えるんだよね。でそいつで受けて受けて絶対レードとか、その一撃必殺だけのギャンブル、博打の戦い方、その戦い方でその結果出したやつがいるんだよ。全然ポケモンのタイプ相性とかも何にもわかんねえ、何にもできねえゴミクズみたいなやつだったんだけど、その戦い方をすればね、きっとねハプキトーマスターもポケモンバトルできたんじゃないかなって今思ってます。まあそのハプキトーマスター結局ポケモンバトルを諦めちゃったんだけど、もったいねえなって思いますよね。本当しょうもない。まあでも本当そういう戦い方もあるっていうんで、絶対レードとかその一撃必殺技、そいつは本当最強なんですよ。で俺この絶対レードで思い出したんですけど、これこの音聞こえますか。これねセブンプレミアムの口どけのいい生チョコクリームの味わい、生チョココロネ買ってきたんですよ。これ明日の朝飯食べようかなと思ってます。めちゃくちゃ楽しみなんですよね本当に。いやー今日のポケモンバトルはめちゃくちゃ面白いわ。これだからポケモンバトルやめらんねえんだよね。うん。本当に。そういえばウェブカメラプロジェクトどうなったんだよ。シェリー少女くたばる。